今回はキャラバンで車中泊のためのベッドを作っていきたいと思います。まずは12ミリ厚の針葉樹構造溶合板を切断していきます。左側が 1820×660、 右前が 1400×830、 右後ろが 1530×830 の3枚を切り出します。当たる部分は現物合わせで適当に切り替えて仮に乗せてみます。背もたれ後ろの持ち手は外しています。この時木くずが背もたれの後ろに大量について取るのが大変でした。掃除機をした後に軽く絞った雑巾で拭くことで次回からの木くずトラブルをなくしました。左前は靴を脱いだり塗り込んだり座れる部分として開けることにしました。多分いい感じだと思うのでこの上にウレタンクッション、フェイクレザーの順で貼っていきます。フェイクレザーは私の要望でライトベージュにしました。ちょうど良い明るさです。折りたたんで売っているお店もありますが折り目が入っちゃうので巻きで売っているお店で買うことをおすすめします。まずレザーの裏側を上にして先に敷きます。この時なるべくシワがないように敷いて異物が乗らないように気をつけます。次に固めのウレタンクッション30ミリ厚のものを敷きます。固めなので底付き感は全くないですが私は脇腹が痛くなっちゃいました。ヘルニアの主人はすごくいいと喜んでいます。長時間寝ても体が痛くならないらしいです。次にカットした合板を乗せていきます。切り欠き部分を最初カッターで切りましたが綺麗に切れなかったので大きなハサミに変更しました。このようにボロボロになっちゃいます。ハサミに変えてからは綺麗な切断面になりました。あとはレザーをタッカーで留めていきます。レザーを引っ張りすぎてもクッションが部分的にへこみ緩すぎてもシワになりやすかったです。ある程度の引っ張り加減が必要でコツをつかんだ頃には少し遅かったですね。特に角は引っ張りすぎるとへこみが目立つので切れ端で練習をしていくのがいいかもです。角はお見せするのが恥ずかしいくらいぐちゃぐちゃになっちゃいました。
このようにシワやクッションの変形が出ちゃいました。入り墨はレザーを切っちゃったので後から気休め程度に補修します。使っているうちに亀裂が広がりそう。パッと見はいい感じなので良しとします。白飛びしててすみません。入り墨を気休め補修していきます。布用のボンドで端切れを上から貼っておきます。ベッドの裏側のタッカー部分はフェルト生地を貼ろうと思っていましたが、面積が広く大変なのでこのテープを貼るだけにしてみます。テープ貼りました。感は否めないですが、怪我や引っかかりの予防になればいいので満足です。ところどころに足が必要なので足を作っていきます。足の底部分を丸く切り抜いていきます。足部分は 38×38 の角材を現物合わせでカットしていきます。
ままでもよかったのですが、たまに見えるので、つや消し黒で塗っておきます。このように立てて使います。小さな角材で足の横方向のずれ防止とします。足を設置してみます。これが運転席後ろ側に2本、こちらが真ん中通路に2本です。完成しました。気に入らない部分もありますが、寝心地もよく満足です。車中泊に出かけるときは左側の席を2つ倒してマットを持っていく予定です。6人家族なのでそれでも十分です。最後までご視聴いただきありがとうございました。まだ車中泊 DIY は続きますので、チャンネル登録よろしくお願いします。